はい、元ビトラムカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2019ラウンド3の C1 クラス第1ヒートを見ていきたいと思います。ゼッケン88番の藤波選手は Z1000 で走っています。ラムカーナも乗ってますが、エンジンの低速での扱いやすさは抜群です。続いて86番佐藤選手は690デュークですね。以前 A 級の大滝選手も乗っていて十分に戦果を上げているマシンですね。今や外車も当たり前になってきましたね。赤いフレームに黒いタンクの VTR といえばすっかりこの人の代名詞ゼッケン84番本間選手ですが、今ライン踏み損ねちゃいましたね。これだけで3ペナっていうのは正直大きいですね。ゼッケン82番の荒木選手が狩る KSR2 はその昔ボトジムカーナでミニバイクといえば KSR2 と言っていいほどたくさん走ってました。このマシンで B 級を走る選手もたくさんいましたね。その後エンジンのスーパーアップや乗せ替えなどをして正式に、中型のナンバーを取ってハイパワーミニバイクが登場してきました。 220cc のエンジンを積んだ KSR なんかは有名ですね。2ストロークマシンが販売されなくなってからちらほらと4ストロークマシンが参戦するようになりましたが、それでも川崎のミニバイクは人気でしたね。もちろん XR100 モタードや、先ほどのグロムなど、ホンダや他のメーカーのものも参戦していますが、やはりその昔は川崎のライダーズクラブ風主催の大会があったということもあってか、もともと川崎車の比重は高くて、ポテンシャルも非常に安定してましたね。トータルでの乗りやすさ、扱いやすさが良かったということですよね。特にビッグマシンといえばネイキッドもスーパースポーツも川崎車が大半を占めていた時期がありました。扱いやすさってことでは、VTR に代表されるホンダの VT シリーズもずっと高い人気でしたね。現在の参加台数1位はトリプルスコアでこの VTR ですよね。ゼッケン76番の松下選手のこのバイク、これは XSR700 ですね。おしゃれなデザインになってはいますが、ベースは MT-07 ですね。この MT シリーズの登場で一気にヤマハ車が増えていきましたし、結果も残しています。とはいえ元ジムカーナといえばやっぱり NSR ですね。ダンロップカップの26年分のリザルトを振り返ると、作田選手以外のチャンピオンはみんな NSR です。本気で勝ちたいなら NSR に乗らない選択肢はないんですが、その NSR に勝つために多くの選手がいろいろなマシンを開発しているっていうことですね。 NSR に乗るトップライダーたちのポテンシャルもあってなかなか実現はしませんね。と一言のように言ってますが、ラムカーナとしても正直 NSR は羨ましいですが、あれに乗っちゃって結果出せないともう逃げ場がないので僕はやめておきます。総じて言えるのは、速いマシンは乗りやすいんです。トップライダーのマシンはピーキーで扱いづらいと思っている人もいるかもしれませんが、一番速い選手のマシンは絶対一番乗りやすいです。そういう意味ではハイガス規制以降すっかりつまらなくなっていた中排気量クラスも最新技術でどんどん扱いやすく乗りやすくなってきていますから、今後元ジムカーナでもどんどんシェアを広げていくんじゃないでしょうかね。よし、じゃあ新型いきます。ゼッケン21番スタートします。ということで C1 クラス第1ヒートの上位6選手を見ていきましょう。ゼッケン83番 KX250F を狩る岡野選手のタイムアタックですね。ラムカーナも、昔短い間ですが乗っていましたが、モトクロスターベースなのでとにかく軽いです。僕は体重があるので 250cc ではちょっとしんどかったんですが、岡野選手のように軽い人なら最強マシンなのかもしれません。丁寧なライディングでマシンのポテンシャルを引き出し1分32秒078で6位でした。5位にはゼッケン53番 NSR250R の福澤選手が入ってきましたね。今年の5月に C2 から昇格したばかりなのにもうこんなところにいます。第2戦でも上位に来てましたから、その速さは本物です。タイムは31秒512をマークしました。
続いてこちらも NSR ゼッケン69番坂本選手です。ターン一つ一つを非常に丁寧にクリアして、滑らかなライディングがタイムを削っていきますね。勢いで無理な操作をするとサスペンションが落ち着かなくて結局タイムロスになってしまいますが、このような丁寧にクレバーな走りは非常にかっこいいです。タイムは31秒480でした。勢いといえばこの選手ですね。ゼッケン62番 VTR1000F のジゲ選手。勢いといっても無駄な勢いじゃありません。 V ツインエンジンなので横幅はスリムですが、やはりリッターマシンということでホイールベースも長くて直進安定性が高いんで立ちが強いんでしょうね。それをライダーのボディアクションをフルに活用してマシンをコントロールしています。つま先から膝、腰、肩まで全身を使って叩き出したタイムは30秒260のトップの生タイムでしたが、1ポイントのペナルティがあって3位。2本目に期待。2位にはゼッケン66番 VTR の山田選手が入りました。安定しながらもメリハリの効いた綺麗なライディングですね。切り返しの際に結構大きくライダーもマシンも動いているのですが、サスペンションを見るとその大きな動きからのお釣りをもらうことなくストンと落ち着いて次の動きに移っていくのがわかります。適度なアクションは走りのリズムにもつながってこのような綺麗な走りができるんですね。タイムは31秒235をマークしました。そして C1 クラス第1ヒートトップタイムをマークしたのはゼッケン60番 VTR の白川選手です。先ほどの山田選手と比べるとマシンとライダーの動きが小さいのが分かりますね。マシンのラインの振り幅だけで見ると半分くらいの印象です。見ているとサスペンションの使い方の違いが分かりますね。山田選手の走りはフロントフォークが大きく動いていましたが、この白川選手の走りはフロントがゆっくり動いて逆にリアの動きが大きいですね。ターンの進入後先にリアが沈んでからフロントタイヤが向き返していくように見えます。リアサスペンションがよく動くと直パイが楽に走れます。ハンドルを左右に振るだけでひょいひょいっていけるんですが、このように奥で回って戻ってこいと言われるとフロントが曲がってくれないんで急にしんどくなるんですね。元ジムカーナのマシンセッティングで前を固めにしてリアをよく動かすのと、逆にフロントをよく動くようにして前輪で旋回力を上げるというパターンがありますが、この連続270度ターンなんかでもその差が出ますね。フロント荷重で入ってグッと一気に曲がるか、回転中に、バンクを深くしていって深いバンクで一気に、脱出加速をするかという違いも出てきます。とにかく白川選手はこのリアサスをうまく使った走りで1分31秒143でゴールしました。